常磐丹田とは19世紀後半から20世紀前半にかけて福島県双葉郡富岡町から茨城県日立市までに広がって存在した丹田である。夜の森と久慈川に挟まれた沿岸地域に立地していた。常磐は両政国名の日立国と明治旧国名の岩木国の頭文字を取って付けられた名称である。常は 水戸藩など、現在の茨城県に、岩は、岩北平藩に相当する地域である。常磐炭鉱に行行する、昭和天皇母神戦争が終結した直後、上長木八、片寄せ平蔵らにより発見された。明治初期の1870年代から、茨城県北部から、福島県浜通り南部にかけての海岸線に面する、丘陵地帯にかけて、 大規模な炭鉱開発が行われた。これは、首都圏に最も近い炭鉱として注目されたためである。しかし、硫黄分を多く含有し、純度の低い炭質という不利な条件があり、さらに地層が激しい集局を受けているため、石炭層を求めて地下へとひたすら掘り下げる、高い掘削技術を要する炭鉱であった。地下水が多く、 温泉も湧き出すため構内は厚く過酷な環境で、1トンの石炭を採掘するのに4トン程度の地下水が湧き出すとも言われ、当時の世界最大級の排水ポンプを並べるなど、最短コストも高かった。しかし首都圏に最も近い大規模丹田であり、また石炭以外にも銅を産出する地域も含まれていたので、第二次世界大戦前には首都、 東京に近い高工業地帯として発展した。1947年8月5日には昭和天皇が福島県に行行した際、湯本第六校内を視察して作業員を激励した。天皇が実際に校内まで視察したことは初めてのことだった。第二次世界大戦後、特にエネルギー革命と高度経済成長が起こった1960年代に、 なると、慢性的なコスト増で、産出資源の競争力が失われた。さらに、マッチ用の林や化学工業原料、火薬などの用途があった、副産物の硫黄資源も、技術革新によって、石油の脱流処理から硫黄がより容易に生産されるようになり、市場から駆逐された。各項は、採算が次第に悪化していき、 最後まで残った常磐炭鉱の所有する鉱山も1976年に閉山し、常磐鉱山は炭鉱業自体も1985年に撤退した。常磐炭鉱中鉱跡後常磐鉱山は炭鉱の社用化による収益の悪化を観光業に転換することで生き残りを図った。福島県いわき市付近では、かつては炭鉱の坑道から温泉が湧き出して労働者を、 悩ませただけでなく、常磐湯本温泉を湯枯れさせてしまう経緯があった。その温泉を利用する常磐派アイアンセンターを建設し、成功を収めた。また交渉をボーリングして、常磐湯本温泉の安定した源泉を確保している。ちなみに2006年公開の映画、フラガールは平山前後のこの地域を描いている。岩木市には常磐丹田の歴史や、 市内で発掘された双葉鈴木竜の化石レプリカなどを展示する観光施設、岩き市石炭化石缶ホルルがある。また、南部の茨城県日立市付近では、鉱山機械の修理工場から始まった日立製作所が世界的電機メーカーに成長した。その関連企業と合わせて、石炭産業従事者の多くを労働力として吸収し、地域の産業基盤の維持に貢献した。 東日本大震災の余震活動では、常磐丹田の直下でも地震活動が活発化し、福島県浜通り地震をはじめとする強い地震が発生している。ありがとうございます。